はい、どうも、ゆいさんです。でね、今回は、またシリーズで機械の紹介していこうと思います。作業機の紹介ですね。で、今回、まあ、本当は、まあ、似たもの同士で何個か一緒に紹介したりするんですけど、今回、ちょっと語ると長くなりそうなので、あと、もったいなぶってるっていうのもあるんですけど、毎度おなじみ、スタブルカルチの紹介をしたいかなと思います。はい。まあ、動画でもね、かなり、本数出てるんじゃないですかね。スタブルカルチだけでも、僕のチャンネルでも。はい。ってな感じで、スタブルカルチ紹介したいかなと思います。あと、秋爪と春爪って僕は2種類あるんで、それもね、紹介していこうと思います。はい。っていう感じで、どうぞ。はい。これが菅野のスタブルカルチ。になります。うちで使ってるやつですね。で、発泡仕様になってます。はい。で、本当はファーガソンで弾くのには10本が一番好ましいとは思うんですけど、当時買ったのが M1 だったので、M1 規格で買ったので、どうしてもこのサイズになってしまいます。はい。まあ、ちょっとね、本当にギリギリ、この外側の爪が、タイヤに来るって感じですね。ファーガの場合。はい。M1 だとこの間ぐらいに入ってくるんですけど、ファーガだとね、この辺に入ります。はい。いろいろタイヤいじくっても、ここがギリギリですね。最悪振り子の場合も出ちゃいますね。はい。まあ、トラクターが、これと、この間ぐらいですかね。本当に幅見た感じだと、この辺に、はい。タイヤが来てるって感じなんで、作業機と同じ幅ですね、トラクターは。はい。で、今これが秋爪仕様になってます。はい。春はね、こういうのがついてない。ただ、後で見せるんですけど、このストレートのやつです。羽もなしで、ただのストレート。まあ、プラソイラーみたいな感じの爪ですね。はい。で、あんまり雪だから入りたくないんですけど、で、カゴが、後ろのカゴが、中、ちょっと、なんつうんすか、いっぱい棒がついてる。もういっぱい棒がついてるってなんかすごい、もう、言い方適当ですけど、まあ、中ローラーってやつですね。はい。ちょっと言い方適当ですけども、はい。で、これが、ボルトが、ボルトつか、このピンが、これは6ピンつうか、まあ、ハンマーで叩いて、なんか、動くようになるってやつです。まあ、たまに手でもかさって動くんですけどね。はい。まあ、秋爪仕様にはなってます。はい。で、これが盤で、で、盤は年間通して付けっぱです。はい。ずっと外したりとか、こうやって上げたりとかはしません、特に。はい。で、これが、まあ、深さ調整ですね。はい。M が一番深いんですけど、したら M のところに穴を入れてあげるって感じです。で、今 J なんで、だいたい、で、このローラーの K が書いてあるです、ありますね。はい。うちはこの中の方で400の方のローラーが入ってます。はい。なんで、J なんで、30センチ入ります。一応。で、歌ってますけど、結局30センチ以上入ります、これ。多分。はい。まあ、ローラーで深さを出して、それで、まあやっていくって感じなんですけど、で、たまにこのローラーを取ってる人がいるんですけど、多分すごい暴れちゃうと思うんですよね、僕の予想だと。まあやってる方しかそれはわからないと思うんですけど、なんか僕が見た感じすごい暴れちゃって深さが定まらないみたいな感じがしますね。はい。そんな感じですね。はい。で、まあこっちに戻って、で、まあローラーはまあ普通に、あんな感じですね。まあ、特にこだわってはいないです。はい。まあ、何か改造してるっていうとこはないですね。ただ、まあ、こだわりって、こいつのこだわりと言ったら、まあ、向こうのローラーが、まあ、中と。で、たまになんかね、まあ、大きいローラーの人もいますけどね。僕は、これがいいですね。で、まあ、ボルトが、安全ピンのボルトが2本折れてるっていうのがおかしいですけど、ついてまして。で、まあ、これがトップリックです。で、安全ピンは何ぞやっていう話なんですけど、まあ、わかりやすいようにこっちに行って、このボルトが、石とか引っかかったりすると、バーンって折れるんですよ。はい。このフレームを、
曲げたりしないためにこいつが折れて守ってくれるみたいな感じです。はい。はい。で、まあ、折れたら打ち替えるって。まあ、なんせね、言う人はね、このボルトが高いって言って、この下と同じボルトをここに入れるんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、このフレームが曲がります。はい。石を抱えた時に。けど、こいつが折れることはないです。で、まあ、こいつも折れるっていう話を聞いたことがありますけど、どうなんですかね。はい。まあそういう人も中にはいます。はい。ボルト代ケチってって言い方悪いですけど、変えるのめんどくさかったりとか、はい、なります。そうするとね、ここのワンセクション交換とかなっちゃうんでね、大金ですよ、大金。なんでうちは、まあ安全面とか機械の面を考えて、ちゃんと安全ピンのボルトを入れてます、しっかり。はい。普通のね、ボルトは入れてないです、はい、僕らは。あとは、ないですかね。で、あと、爪の交換は、まあ、動画見てもらえば、まあ、リンク貼っときましょう。動画、リンク下に貼っときます、説明欄の方に。はい。で、ここの2本のボルトを、これとこれ緩めて、まあ、爪が取れて、交換ができるって感じです。はい。この羽も。こんな感じですかね。まあ、雪があってわかりにくいんですけど。で、後ろにはちょっと、またこれも紹介します。去年の秋に、新しく、購入した、まあ、中古ですけど、新しく購入した、このバイブロありますんで、これもまた紹介します。で、まあ、中にこういう振り子がついてて、まあ、何のためなのかはわからないです。はい。でね、よくこれをフロントにつける人がいるんですけどね、どうなんですかね。はい。僕の視聴者の中でもね、フロントにつけてる人います。はい。でね、その人は7本爪のやつだったのかな。はい。ちょっとね、僕もこの8本爪でね、やってね、グランドハローを後ろにつけてやりたいと思ってるんですけど、どうですかね。ちょっとコメントお願いします。まだやったことないんで何とも言えないんですけど、はい。で、とりあえず、こんな感じですかね。あと今は菅のこのロゴじゃなくて、ちゃんとなんかもっと今風みたいな感じになってます。僕はね、こっちの方がなんかね、菅のらしくて好きです。はい。まあ、こんなとこですかね。で、触れてるのは気をつけてくださいね。たまに手、痛めたりするんで、グリスアップしてる途中とか、まあわかるとは思うんですけど。まあこんなとこですね。まあ、結構ね、壊れるところって言ったら本当にボルトが折れるっていうぐらいで、そんなのはね、壊れたのうちに、まあ僕的には入らなくて、結構頑丈で、コストパフォーマンスが良くて、すごいね、費用対効果が高い機械です。はい。まあ、ディスクハローみたいなこと言ってますけど、物的には同じです。はい。物的には同じ。ちょっとおかしいんですけど。まあ、買って、後悔はない機会だと僕は思いますね。はい。って感じで、春爪の方見に行きましょう。で、もう一つ質問なんで、質問っていうか、ちょっとね、コメントでね、どう思う方送ってほしいんですけど、なんか、春もそうなんですけど、秋のもそうなんですけど、秋はまあ、オールこれでも、8本これでもいいんですけど、まあ秋は全部これでもいいんですけど、春の時に両側だけこの秋爪を入れて、真ん中の2本を春爪にちょっとしたりとか、そういう実演的なことをやってみたいんですけど、それってどうなんですかね。ちょっとなんかそういうのを考えたりもしたんですけど、皆さんはどう思いますかね。はい。それかもうここを春爪にして、で春爪にして、で、真ん中だけ秋爪みたいな、真ん中だけ土を上げてくるみたいな。はい。それか、まあ、秋爪、春爪みたいな、なんか、交互でもいいですし、どうなんですかね。ちょっと、ご回答お願いします。はい。僕はちょっとやってみたいっていう気持ちがありますね。はい。はい。で、これが、春爪。僕らが使ってる春爪になります。で、なんでこれを使うかっていうと、で、なんか、中には、年間通して秋爪を使えばいいじゃないですか、なんつうんですか、チゼルの方を、つか、スキみたいな方を使えばいいじゃないかっていう、コメントもあったんですけど、
秋は別に新しい、つか、ちょっとまあ、口が悪い。もう新しい土をバンバン上げてきてもいいんですけど、春にそれをやっちゃうと、湿った土を上げちゃうと氷になっちゃうっていう可能性があるんですよ。で、それがすごく僕とか、まあ社長はすごいそれが嫌で、なんでこれにしました。はい。で、当初はずっと春も、ずっと同じ秋詰めでやってたんですけど、それが嫌なくて、3年か4年ぐらい前からこれにしてます。はい。2、3年前から。まあ、サバ読みすぎつか盛りすぎって感じですけど。で、これが、リバーシブルで使えるタイプです。はい。こっちでも使えるし、こっちでも使える。要はこっちが減ったらこっちを使えばいいっていう考えなんですけどね。まあ、これの寿命がどの辺までか、ちょっと知ってる方教えてもらいたいです。はい。僕はもうこの辺まで使っちゃおうかな、みたいな。はい。バカなんで、はい。おかしいですけどね。はい。で、左右、前後、ボルトが違います。はい。長さが。で、なんで入れてるかっていうと、これはボルトの摩耗を防ぐためです。はい。で、あと、ボルトを紛失しないようにしてるためです。まあ、こんな感じですね。以上です。はい。いかがだったでしょうか。毎度おなじみのスタブルカルチの紹介でした。では、またね、ちょっと、爪の交換の動画も、リンク、説明欄に貼っとくので、そこから飛んでって、ぜひ見てください。はい。まあ、うちにある中で一番よく働いて、一番よく仕事を、もう一緒ですね。一番よく仕事してくれる機械なんじゃないかなって。で、一番使う機械ですね。よく考えたら。はい。土作りの中でロータリーと同じぐらい使う機械ですね。はい。まあ、すごくね、重要な役割をしている機械ですね。はい。あれが、スタブルカルチが来たから、時間も短縮できるし、もっともっと、柔らかい土ができるし、質がいい、野菜ができるところにも繋がってくるかなって思うんで、僕らの中では結構革命的な機械でしたね、今まで。買った中の機械では、はい。ってな感じで、またね、まだたくさん機械あるので紹介していこうと思います。はい。で、今日はこんな感じで終わりにしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画も見てください。さよなら。